コンパクトフラッシュ、コンパクトフラッシュ、コンドフラッシュ、CF は小型カード型インターフェース、およびその規格による拡張カード。フラッシュメモリ型メモリーカードとして ATA フラッシュメモリ、もしくはパラレル ATA 接続で使われることが多い。コンパクトフラッシュは1994年にアメリカのサンディスクによって開発されたため、コンパクトフラッシュという名称は、 サンディスクの登録商標である。そのため他のメーカーは商標の使用を避けるため CF カードや CF といった名称を用いることが多い。日本 IBM は1995年発売のパームトップ PC110 内蔵のリーダーにスマートピコフラッシュという名を与えていた。以下 CF と略称で表記する大きさは PC カードの3分の1程度であり、 汎用拡張カードの中では、名前通りコンパクトであるが、2008年現在一般に普及しているフラッシュメモリーカードと比較すると最も大きい。製品の寸法は 42.8mm、36.4mm、3.3mm のタイプ位、e、と少し厚い 5mm のタイペ、e、がある。PC カード規格と電気的な互換性があるため、PC カードアダプタと呼ばれる。 CF カードの50ピンを PC カードの68ピンへ変換するのみの単純なアダプターを使用することで PC カードスロットでも利用することができる。そのためコンパクトフラッシュの PC カードアダプターは他のメモリーカードの PC カードアダプターに比べて安価に設定されている。他のメモリーカードを CF カードスロットで利用するための変換アダプターも存在する。 小型のメモリーカードである SD メモリーカードやデュオサイズの MS や XD ピクチャーカードは CF メモリーカードを大きさに変換するアダプタがある。大きめのメディアであるメモリースティックやスマートメディア用のアダプタは使用時のサイズが CF カードより大きい。過去に使用されていた PC カード規格以前の SRM カード類を除き現在デジタルカメラや PDA などの携帯機器に使用する半、胴体補助記憶装置の中でもサイズが大きめである、ため大容量のものがありする。一般に流通している、最大容量は2014年4月現在 512GB で、ある。2010年の CF5.0 規格から 48bit、LB、ビッグドライブに対応しており、使用上の最大容量は 144PB になっている。 CF カードサイズの1インチハードディスクマイクロドライブ等のストレージ以外にも、Bluetooth など拡張スロットに収まる寸法のカードや、CF スロットからはみ出す形の CF カード型 PHS カード、有線無線ランカード等の入出力デバイスもある。これら消費電力の多い、e、I、O カード用に CF 規格として電力容量が拡張されている。 内蔵ハードディスク等で使用されているパラレル a t a とインターフェース上の互換性を持つためコネクタの配線変換で ID e 変換ができる。これを利用して汎用のリムーバブルメディアとする以外にも組み込み機器の起動メモリディスクとしてやデジタルオーディオプレイヤーの内蔵記憶装置としてなど内蔵部品としても使われる。また PC カード経由などでもハードディスクの代用として 利用されている場合もある。パソコンなどへも ID e 変換で、パラレル ATA やシリアル ATA に直結するアダプタがあり、小容量の HDD の代替として古い PC の整備に使える状況である。設計が古い分、メディアの製造や対応機器の製造に関するノウハウが十分蓄積されており、100円ショップで売られていたこともある。現在は、その代用量を活かし、 デジタル一眼レフカメラなどの高級機器において使用されている。かつてはニコンキャノンを中心にデジタルコンパクトカメラにも使われていたが、今ではデジタルコンパクトカメラ用として使用する記録媒体は、ほぼ SD メモリーカードとなっている。転送速度の優位性から一眼レフデジタルカメラの上級機種では、CF と SD のデュアルスロットを備え、 両者を併用できるようになっているものもある。転送速度は、レキサーメディアが、CD の転送速度の一倍速である百五十キロバイト S、一1 2 m ビット毎秒を当倍とすると、制定しており、各社は、この表現を採用している。規格の改定のたびに、パラレル ATA 規格の更新を取り入れている。CF スペック、r e v 点零では、ドマ m a の最大1百十三倍速。 167MBS の転送速度である。PC カードアダプタを介して接続した場合、従来の1 6ビット p c カードスロットでは速度が遅いものしかないため、最高35倍速後 3MBS、一般20倍速前後1から 2MBS、高速な CF カードはその性能を発揮できない。その場合はカードバスアダプタ。 バス速度444倍速 66.6MBS。2007年現在実測260倍速 39MBS。または、エクスプレスカードアダプタ。2007年現在200倍速 30MBS。2008年現在300倍速 45MBS を使用することで高速転送が可能となる。USB カードアダプタを介して接続した場合、 USB2.0 では最大 60MBS となり超高速タイプ 90MBS から 100MBS のコンパクトフラッシュの性能が発揮できない。そのような場合は USB3.0 対応のカードアダプタを使えば解決できる。本来の CF 規格の目的であるフラッシュメモリなどを使ったメモリーカードである。CF 規格では コンパクトフラッシュストレージカード、コンドフラッシュストレージカードとなっているが、ここでは一般に使われることの少ないストレージカードとの表現を避け、一般的なメモリーカードとして表記する。PC カード AT868PAT8 の両用 5V 電源と 3.3V 電源との両用、アドレス 2KB 制限。 電流容量 5V 電源時 100mAh 3.3V 電源時7 5 m a アまでの消費電流制限など PC カードの一部仕様のみを必須として一部仕様を制限して採用した簡略仕様となっている。外形寸法は 42.8mm 36.、mm mm、36.4mm、3.3mm の タイプ1と 42.8mm、36.4mm、5mm のタイプ2の2種類が基本だが、CF スロットからはみ出すものや、はみ出した部分がさらに厚くなったものへも対応している。規格上ファイルシステム形式は策定されておらず、CFA は FAT12 または FAT16 または FAT32 を推奨しているのみである。物理的には、 カードリーダー、ライタが ATA 対応さえしていれば CF メモリーカード側を FAT32 等以下用にも初期化できる。ただし ATA の各種容量の壁に注意して対応を確認する必要がある。CF カードを CF 非対応の古いカードリーダー、ライタに装着すると電源容量が足りずカードを認識しない場合や認識しても想定外の動作をすることがある。 近年はデータの大容量化に伴い CF 規格で FAT32 の読み書きに対応した製品が多く流通するようになっている。CF として必須仕様の一部不採用や電源容量などの拡張を採用できる CF 規格を拡張した CF 規格のカードが存在する。どちらの電圧でも5 0 0ンペアまでの電流容量の拡張や 片方の電圧のみの対応や68ピン ATA 互換の不採用など CF 規格からの逸脱部分が追加定義された。外形寸法も CF タイプ1よりもさらに下側を 1mm 以上厚く拡張された 42.8mm、36.4mm、最小 4.3mm の CF 拡張タイプ1がある。 CF 拡張タイプ1のスロットからはみ出すものやはみ出した部分がさらに厚くなったものへも対応している。クファストとはコンドフラッシュアソシエーションが策定した企画である。CFX プレス、CFX は2016年9月に発表された PC3.0 と UNBEM1.2 をベースとした企画である。二0十七年四月に公開された CFX プレス点0では 2レーンの PC3.0 を採用しており、最大転送速度 2GBS に対応している。将来的には8レーンまで増やすことで 8GBS まで対応可能である。XQD メモリーカードと上位互換性を保持している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。